台風6号の影響で、奄美や西日本は大荒れの天気となっています。台風6号は現在九州の西の海上を進んでいて、鹿児島県では風速25メートル以上の暴風域に入っているところがあります。台風はこの後、明日にかけて九州の西の海上を北上する見込みです。 台風本体の発達した雨雲が台風の中心からやや離れたところにあるため、台風の中心が海の上を通っていても、九州では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今後、新たに降る雨の予想です。九州の東シナ海側には台風の周囲を取り巻く発達した雨雲がかかるでしょう。 また西日本の太平洋側や東海でも雨の量が多くなるところがあるでしょう台風の移動速度が遅いため特に南東側の斜面では8月の平年の1ヶ月分の雨の量を大きく超えるような大雨となる恐れがあります午前9時現在鹿児島県と宮崎県では土砂災害警戒情報が発表されているところがあります また台風7号が小笠原近海を次第に発達しながら進んでいます明日からしあさっにかけて暴風域を伴って小笠原諸島に接近する見込みですその後は本州に近づく可能性もあり注意が必要です雨や風、波の予想です天海では引き続き今日の日中にかけて 九州南部や九州北部ではあすの午前中にかけて線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります土砂災害や河川の増水、氾濫低い土地の浸水に厳重に警戒してください奄美や九州南部、九州北部では暴風により看板が落下したり木が倒れたりというような被害が予想されます 不要不急の外出は控えるようにしましょう。うねりを伴った高波にも厳重に警戒してください。